皆様こんばんは。週末いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりました、ハイチのダラダラショーでございます。まずは先々週、そして先週とコロナの関係でご心配をおかけしました。温かいメッセージをいただきましてありがとうございます。無事にね、次男くんも元気になりまして、ドラえもんの映画でも見終わっちゃったらしくてね、暇だっていうことを言ってましたけども、割とありがたいことに軽症で、すぐ良くなって、40度出た時は焦りましたけど、割と1日ぐらいで落ち着いたので無事元気になりました。結構ね、うちの子もなんていうのを連絡いただいてて、やっぱりその子によりますけど、結構40度が長引いてる方とかもいらっしゃったので、本当ね、そういった方たちの一日でも早い回復をね祈っております。本当かからないのが一番だなと思うんですけど、もう今はね、どこでこう感染するかって本当わからないぐらいになっているので、ぜひ皆さんがこう、なんだろう、軽度で済むというかね、軽く済むことを願っております。で、今週はちょっとツイッターをね、最近騒がせてしまっていたので、その件に関してプラス一つご報告っていうところを喋っていきます。で、まずご報告からがいいかな、忘れちゃうからね。今回の件に関しての一つのね、意見として、その間違ってる動画の撮り直しに関してのね、ご指摘もやっぱそれは前からいただいてたんですけど、正直言うと私のメンタルの問題でもちょっとそこに着手できなくって、でなかなかね、こう後ろ倒しになって今に至ってしまったっていうところがあったんです。でいろいろそのマネージャーの方とか、知り合いとかいろんな方にこういろいろ意見を聞いたりとか話をしていく中で、一つ決めたことがあって、今例えば YouTube のコメント欄とか、DM だったりとか、メールもたまにあるんですけど、でこう、これが間違ってると思いますみたいなっていうのをご指摘をいただくんですよね。でバラバラになっちゃってると、特に YouTube のコメント欄とかだと気づけないこともあるので、一箇所でその受け付けるフォームを作ろうということで、今回 Google フォームを作ることにしました。間違いの指摘をしていただけるその場所をね。でそれを全部が全部多分対話できないです、できないと思うんですけど、もう本数も多くて私もね、ミスしてるのも結構あるでしょうし、だから例えば固定コメントとかで文字情報で修正を入れるのがメインになるかなと思うんですが、例えばクリティカルな、ミスとかであれば非公開にする、取り直しにするっていう対応を、しやすくするように、でうち基本的にマネージャーがメインでやってくれるようになるんですけど、マネージャーちょっと完全文系の方なので子なので、特に数学の専門の方にアドバイスをいただける、ちょっと今回環境を作ったので、その方たちと、チームという言い方もあれですけど、ちょっと協力をお願いして対応していく、これはその修正するべきなのかとか、文字情報で大丈夫だと思いますとかね、そこをやっていこうかなと思っております。なのでそれがまず一つご報告です。いや、今まで本当すいません、私がねどうもメンタルなかなか戻らなくて、正直ね、ちょっと弱音みたいになっちゃうんですけど、授業動画を撮るのがどんどん怖くなってしまっていて、自分の中でこういった子たちに届けたくて、こういった授業動画をっていうのはあるったんですけど、それからどんどんこうミスをしないように、言い方から言うとこう、なんだろうな、ご指摘を受けないように、動画を作らなきゃなみたいなところがあったんですけど、でもそれじゃダメだし、で授業動画を撮るときって私の中でこう結構なんていうんですかね、撮り始める前にものすごい気持ちを作ってカメラのスイッチを押すっていう感じなんですよ。結構歌とか聞いて気持ちを盛り上げて、よっしゃ行ってやんぜみたいな感じで結構持っていく、そこまでが結構私大変なタイプで、そうなんです。だからそこになかなかたどり着けなくって、でこう病院とかにも行ったりもしたんですけど、なかなかちょっと効果もなくって、で今に至っちゃったんですよね。それもあって、で今回ツイッターの件でね、その応援をねしてくれようとしてくれる気持ちはすごくわかるんだけども、それでなんかいろいろこう私を批判する人に対して売り言葉に買い言葉じゃないですけど、いろいろこうわーってなっちゃって、私の収集の仕方も良くなかったかもしれないですけど、やっぱ人が喧嘩してるというか言い合ってるシーン、しかも自分のことでねっていうのはやっぱ辛くって、自分自身が言われる分には、いろんな意見だって、真っ当な意見もありますしね、ただただ顔が嫌いとかキモいとかさ、死ねばいいのにとか言うのはそもそも違うと思ってますけど、そうじゃないんであれば、一つの意見としてそうですねって、ただ自分の中での教育論はあるから、そことの
折り合いはつけられないものもありますよねって思いながらやっぱ見ているので、だから喧嘩はしないでほしいなっていうのがやっぱり一番ですかね。私もその好きな推しがあるわけですよ推しがあって YouTuber の中でもね、仲いい方とか憧れの方とかで、その方が批判されているのは見るのはやっぱりいい気はしないです、当然。で、はって思うわけですよ。私もちょっと喧嘩っ早いんで、はって思うんですけど、でもはって思ってその人に対してわって、まあ、もちろんこの立場なんで言うことはないですよ、ないですけど、でももし普通にこういった活動をしてないで一ファンだとしてもそういうことはしない、そうやって食ってかかってわって言うぐらいだったら、その負のエネルギーを正に変えてその人を応援する、その人に感謝の思いを普通に伝えるっていう、ほにゃららさんの動画でこう支えられてますとかね、毎日の活気もらってますみたいな。実際俺も YouTube で、ゲーム実況を見ることが多いんですけど、時間があればね。でそれで元気もらうことって本当に多いし、なんかもうただただ笑えるみたいなね。そう、まあ、俺はゲーム実況でキヨさんって方が好きなんでよく見るんですけど、あとツーブロのね皆さんとか、おとじゃさん、アニジュさん、おついじさんとかね、動画見たりするんですけど、やっぱりなんか心がこうさ、見てるだけでも軽くなっていく。ああ、ちょっと頑張ってみようかな。だってゲームなんですよ。ゲームを見てるだけなんですけど、ちょっと明日も仕事頑張ろうとかって思わせてもらってる。そういった感謝の気持ち。でも今あんま言うとね、結構売名とかなっちゃったりするから、直接コメント残すとかは本当にそんなしなくなっちゃいましたけど、まあそんな風に思っていると。だから、もし皆さんの中でも、応援をしたいって思う気持ち、それは私だけじゃなくて、どんな方相手でも、なんかそういった風な、こう応援の仕方が一番多分クリエイターというか当事者の人間からすると嬉しいと思うんですよね。わかんない、みんなの代表みたいな言い方とするとちょっと語弊があるかもしれないけど、私はすごくそう思っていて、だからそういった風にこうこれからも応援していただけると嬉しいかなと思います。はい、そんな感じですまあこれからね、どういう風になっていくかっていうのはわからないですし、で今回そのフォームを作るっていうのも、でフォームを作ってどうなるかっていうのもわからない、またね実際やってみたらうまくいかないってこともあると思うんですが、でもこの活動もそうだし動画の作りもそうなんですけど、自分がやっぱり信じたものっていうのをやっぱり進んでいきたいなって思うんですね。この週末たまたまオンラインの仕事がちょっと多くって、いろんな人と話したりとかいろんな方の意見に触れる場面があったんですよ。で私こう自分がわからなくなった時に本を読む、いつも以上に本を読むようになるんですけど、でガッて読んでて、でいろんな考え触れていく中で結構なんか初心の時に思ってたことっていうのをすごく思い出す機会があったんですよね。結構いろんな方の意見、考え方がね、こうきっかけトリガーになって思い出してて、でもともとこの授業動画始めた時っていうのは、その塾講師の時、俺塾講師の担当の生徒があんまりこう偏差値で言うとね高くない子が多くて、50いってる子の方がレアだったし、学校で問題行動を起こして先生に呼び出されて、で親子さんと生徒に頼まれて一緒に先生 のね、この会議のとこに行くみたいななんでお前おるみたいな思われ てそりゃそうだよね、塾の先生おったから。でもそこでちょっとこう意見交換したりとかね、したりとか、でもああいったこう勉強でずっとコンプレックスがあって、もう授業もわからんし、言ってることわからん、意味わからん、俺なんてダメなんだよみたいな、テストは毎回怒られるしみたいな経験をしてた子たちが、まあ、無理やり塾に最初入れられてくるんだけど、でもそこからちょっとずつちょっとずつできることが増えていく、少しだけどね。その中3で入塾してもやってるのは小4のテキストとか普通にあるし、あるけど、でもできることが増えていって、目の前に出された問題を一人で解くことができる、一人解けた、やった、やってよかったって、その積み重ねで子供たちの目が変わっていくんですよ。で変わっていって、でなんか一応これでも教育に携わる人間なので、自分の持論としてはずっとそばにはいられない、だからあの子たちが自分の力で歩めるようになってほしい、でそれはきっと身近にいる、本当にリアルでそばにいる方が一番絶対できること。だから YouTube でネットなんか通してでは難しいかもしれない、ただ勉強っていうフィールドでできなかったことができるようになったっていうちっちゃいちっちゃい成功体験、成長体験っていうのを積み重ねっていうことができたら、その子たちが自分の足で前に一歩踏み出していく力になるっていうのをすごくすごく塾の時に思っていたことを実現しようと思って始めたのがこれなんですよ。でもともとだから教科書レベルの
どこでつまずいても支えるよって教科書に載ってる、教科書でみんなが学校の授業でやってることは分かるようにするよって、なんかそれのサポート、それ以上の難しいことは自分は教えられないけどそこの部分をサポートしていこうって、あとは不登校の子たち、学校に行けない子たち、でも勉強したいって思ってる子たちが学校でやっぱ、授業、あの教科書っていうのがやっぱり一般に使うものなので、そこをちゃんとこう載ってることが理解できていく、そのサポートがしたいっていう思いで始めたんだよなって。そうだから、その子たちが支えられるものっていうのをこれからもちゃんと取っていこうって、そう、子供たちがこの画面の奥で、画面の先で喜んでる姿、あ、解けた、やったって思ってる姿、必ずそこにはあるから、だから自分が信じた授業、今は小3の取り直しをしてるんですけど、小3の取り直ししてるのは、まあこれから約5年間ぐらいで小学生が例えば動画とかで学ぶことがもっと定着すると私は思っている、その時にちゃんと揃えておきたいっていうことと、あとはまあ長男がね今小3になったので、まあ、実際長男私の動画見たことないんですけど算数得意なんでね見る必要がないんですけど、でもいつつまずいてもあの長男にまあほらこれ見とけみたいなことが言えるように、まあ、自分で教えちゃうんですけど結局は、でもまあ胸張ってちゃんと見せる、まあ今はね投稿してるものも別に隠そうとは思ってないんで、胸張ってね9年前のパパだけどねなんて言いながら見せられますけど、なのでそうやった思いを、初心で思ってた思いを大事にしてこれからもやっていこうと、で皆さんが全員が全員をね納得させられる、こうそかそか OK って思ってもらえるのは難しいと思ってます難しいですけど、でも自分が信じて、まあ、いろんなことに悩みながらでも信じて前に進んでいく姿っていうのを子供たちに見せる、自分の姿が教材なんだって、生き方が教材なんだっていうところはやっぱりブレずにこれからも続けていこうと思ってます。はい、ということでよかったらこれからも一緒に伴走していってください一緒に頑張っていきましょう。はい、ということでちょっと長くなってしまったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か、来週クリスマスじゃない？おー、クリスマスですね。はい、サンタ来ます。あ、そうそうだ、最後にあれです、クリスマスカードの3名にね事前にこう買ってて、送るっていうのをやろうと思ってるんですけど、やっぱ今もうちょっと落ち着いてきたけど、次男くんのコロナが完治してちょっと経ってから送った方がし、まあ、なんか心配になるかなと思って、一応消毒もして送るんですけど、書いても、なので今回、セットで多分フォームを作ってると思います。概要欄にそのミスをご指定いただくフォームとメッセージカードのフォームを作ってると思うんですけど、送る皆さんの手元に届くのは多分クリスマス送れます、ちょっと送れると思ってください、ごめんなさい。それは一応年内って年末郵便やるのかなやるっけ、まあ、ちょっと年明けちゃうかもしれないんですが、ちょっと遅いサンタ配置からのカードだと思ってごめんなさい。なんかそこ紙浸透させるかなと思って、一応消毒してで、その後に私が普段使ってるお茶の匂いの香水があるんですけど、それなんか消毒の匂いするの嫌だから香水振ってでもなんか送ろうかなと思ってますので、そんな感じでそちらも気になる、興味ある方はねぜひ書いていただ、応募していていただければと思います。はい、ということでいろいろわって喋ってきましたが、お付き合いいただきありがとうございました。ではまた何か来週で喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは明日からまた1週間がねお互いいい1週間になることを心から願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。